オのファルコムラジオ。めんどくさいです、でも頑張ります。はい、こんにちは。英雄伝説青の奇跡でティオプラトを演じている水橋香織です。こんにちは、 JDK バンドのボーカル小寺かな子です。はい、ということで、はい、ファルコムラジオ第11回目の放送が始まりました、うん、イエーイ。はい、この番組では英雄伝説青の奇跡について、はい、そして OVA 英雄伝説空の奇跡 G アニメーションやファルコム作品についてどこよりも熱く語る番組です。はい、毎回ゲームや OVA のキャストをお招きして裏話を聞いちゃいます。さらにね、ドラマもお送りしちゃうというてんこ盛りなファルコム特盛りラジオでございます。はい、ね、はい、この収録のちょっと後に、うん、はいはい、あれがあるんだよね。あれがね、いやもうね、いいライブだったな、私すげえ盛り上がったな。ファルコム JDK バンド2011、はい、クリスマスライブ in 横浜ベイホール。はい、もう ね超盛り上がった、はい、いや嘘嘘、まあぶっちゃこれ ね、 あのね、嘘です、はい、やる前に撮っちゃってるんで ね、 でね、絶対でも大丈夫、盛り上がっている、本当大盛り上がり。水さんにそう言われたら、うん、なんか大丈夫な気がするね、うん、これさ、じゃあ意気込みを聞いてくださいって書いてあるから、うんうん、そうなの恥ずかしいの、終わった後に聞かなきゃいけないんだもん ね、 そうだね。いやでもね、うん、今日は実はあのその JDK バンドのリハをちょ途中抜けして実は収録に来たわけですが、まあ暑いこと暑いこと毎回そうなんですけどね。だからここにオーディエンスさんの熱気というか、そのお客さんの、うんうん、ね、思いもプラスになるとやね、すごいことに毎回なるんで、もう私自身が今回はどんなことになるのか、ね、ドキドキしてます、ね、今から、はい、はい、そんな感じで、はいはい、皆さんからの熱いお便りチラッと、お、そうだね、チラッといつ紹介したいなと思います。はい、ラジオネーム D クリフさんからいただきました。お、ありがとうございます。水橋さん、小寺さん、皆さんこんにちは。こんにちは。毎週めっちゃ楽しくラジオ聞かせてもらってます。早速なんですが、ついに空の奇跡 G アニメーションが届きました。よかったね、いいな。ネットで予約していたのですが、26日の午後2時49分5秒に私のうちのポストに入っていきました。細かい子覚えてるねその時からテンション上がっとで、見てテンション上がっとで、その後は一日中テンション上がっとでした。最高でした、うん、エステルの目が潤んでるところとかを見ると、あー、リアルだなと思い、一人感動してしまいました。ゼロや青もアニメ化してほしいですかってことなんですけど、してほしいですよ。してほしいよ ね、 ね、そうかそうか、うん、まあ、うん、1を今見てもらってるということで、はい、2位もね、もう来年早々と出ること決まってますし、はい、これは期待度が高い。そうだね、擦り切れるまで1をとりあえず見てくださいね、うん、楽しみです、楽しみです、ね、はい、そんな感じで、ありがとうございます。そろそろ行ったりますか。はい、はいはい、ではでは、あのコーナーお願いします。出動、特務支援課。はい、この番組から立派な特務支援課の一員を育て上げようというコーナーでございます。はい、リスナーの皆さんから支援要請をいただいて、その任務を無事達成できたかどうか、ティオさんに判定してもらいます。おっ、ではでは、すっかりおなじみとなった支援課見習いしおりんとガチくんね、今回はですね、まあ、クリスマスも近いということで、はい、プレゼント何をもらいたいかっていうのを言いながら、じゃあ出てきてもらいましょう。どうぞ。はい、クリスマスには大量の食材が欲しい浜本しおりです、うん、はい、クリスマスにはエースクラフトが欲しい金沢和友です。おお、なんかこう物質的なもんとそうでないもんね。え、食材って、はい、何でもいいの。何でもいいの。何でもいいです、とりあえずじっ、うん、何でもないです。何とりあえず何あの、いっぱい使っても、まだいっぱいあるみたいな状況が欲しいです。ご飯が欲しいです。ああ、なるほどね。ああ、なるほどね。はい。今だったら大根とか日持ちするしね。ああ、いいですね。カニは冷蔵庫に入りきらないぐらいのカニは。カニは嬉しい。すっごい冷、家中カニ臭くなる。すごい。助けて。しかもデカすぎて入れないよ、みたいな。それでも、カニばっかり。カニばっかりみたいな。贅沢ですけど、ちょっといいですね。送られてきたら、じゃあ山分けで。あ、ぜひぜひぜひ。ね。はい。みんなで分ければ。私が作ったのをあげます。それはいいです。やめていただければ。カニの、ま、食材のまんまで。で、何、あの、エスクラフトってどういう。エスクラフト何欲しい。いやー、ほら、男たるもの。必殺技の一つや二つ。ん？必殺技？もう、君には寝技があるんだから。ボソッと。ボソッ
ょっと言ったよ、なんか。男子限定寝技。ね、これさ、はいはい、水さん何欲しいのとか振ってもいい？私、うん、もうそんなこと決まってますよ。え、絶対にね、これは言えばもらえると思ってんの。いいな、待っておりました。はいはい、何が欲しいのかな、お嬢ちゃん。あのね、うん、とっても簡単なんです。ファルコムの30周年記念本を私にください。ああ、それだけです。私の言いたいことはそれだけです。ありがとうございました。ああ、なるほどね。はい、来たか、うん。あれがどうしても欲しいんだよ。でも欲しいよね。うん、持って帰るの大変そうだけどね。うん、そんなの全然。そんなの全然。というわけですよ、大人。聞こえてますか？え、コテさんは、コテさんは。私もね、似たような感じで、うん、ぜひね、うん、PSP 版の空、うんうん、全巻欲しい欲しい。欲しい欲しい。丸だってわ。すごく現実的な我々みたいな。わかりやすい。超いやらしいね、これ。ね、そんな、ごめんなさいね。まあ、そんな感じでございますけれども、はいはい、今日は、依頼、あれですよ。はい。今回の依頼は感想文だってね、はい、なんかね。奇跡シリーズをプレイした感想文。うん、そう、ちゃんと帰ってきたのかな、はい、二人はどんな愛を持っての感想文を仕上げてきたのか。ね、はい。ティオさんに判定してもらいます。はい。というわけで、じゃあ、レディファーストということでここはね。しおりんから行ってみようか。どんな、間違えて。間違えて。間違えて。はい。楽しみでございます。はい。しおりんの感想文、どうぞ。奇跡を辿ってみて、浜本しおり。今回は作文が課題ということで、私が奇跡シリーズをプレイして思ったことをまとめてみようと思います。まず全体を通して思ったことは、単純に難しいです。謎解きや政治や社会の動きが複雑に絡んでいるので、通知表がアヒルの更新だった私には毎回大苦戦の連続でした。はい、奇跡シリーズには頭の回転が早い人がいっぱいいるので、いつもやりながらすごいなぁと思っておりました。先に進んでいくと、その難しく感じたところも少しずつ理解できるようになりましたが、その度に、あれ？なんかこういうのって時々現実もあるかもというようなリアリティを感じました。はい、次に思ったのは、キャラクターたちの人間性です。どのシリーズもみんなそれぞれいい意味でとっても人間臭いんです。強いところと弱いところがあって、それぞれにたくさんの過去が詰まっていて、プレイしていて気がついたらみんなに惹かれていました。はい、一つ目と二つ目合わせてみたら、どちらにも共通していたのはリアリティです。世界もそこにいる人たちもリアルで本当に生きているんだなと感じました。一言で言うならば、奇跡は命です。だからこんなに魅力的でみんなにいっぱい愛されているんだろうなと体感しました。私もこうやって奇跡と出会えたことがすごく嬉しいし大好きです。これからもずっとこの奇跡をつないで、もっともっと大きな奇跡になっていってほしいなと思います。と、ここで綺麗に終わろうと思いましたが、一つもの申したいことがあるので最後に言わせてください。なんだと？ヨシアが女の子って難しいとかボソって言っておりましたが、奇跡の男性陣、鋭いのか鈍いのかわかりません。女性陣がところどころで出てしまうサインとかあるのに、かっこエステルを見ていてキュンキュンすると同時にソワソワしちゃいます。なので皆さん、プレイをするときは女の子の気持ちも改めてお勉強してあげてください。お願いします。素晴らしい。面白かった。やったやったやった。しかもさ、本当に感想文で作文用紙に書いてる、うん、原稿用紙3枚はい、3枚書いてきました。いい、わー、すごい、よくそう、なんかさ、うん、柔らかい感じで書けるね。すごいと思う。いや、でも、本当に、女心分かってよって、本当に、ガツンってなりたいんですけど、まあ、ね、うん、ここは、女の子らしく、ちょっと、こうね、って思って、こう頑張って書き、何回も書き直します。まあ大事よね。はい。ここね、はい、というわけで、しおりの感想文だったわけですが、はい。はい、ティオさん、はい、判定をお願いいたします。最高です。おお、最高じゃないですか。素晴らしいですよ。素晴らしいと来ましたよ。はい、いや、でも2択しかないとか、そうだったけど、すごいよ、うんうん、すごいすごい感動しました、ね、私、うん、でも私ほら、はい、やってないから余計こう、余計やりたくなる。気になるでしょ。気になる。ね、やった。ぜひに、ぜひに。ね、でも私の言いたいことが、入ってた。入ってた。おー、うん、嬉しい。本当ね、というね、評価からの、あれですよ、ドキドキ。ドキドキ。ハードル上がったな。次はでは、ガチくんの感想文、どうぞ。僕と奇跡。
金久和友。変わっているとよく言われるアウトローな僕が王道骨太 RPG にハマるなんて自分でも驚きでした。その理由を考えてみたところ、それはキャラクターの素晴らしさと丁寧さだと思いました。魅力的で多種多様なメインキャラクターをはじめとして、ストーリー上関係なさそうな町の人たちも丁寧に扱われている。例えばゼロと青の軌跡に登場する竜とアンリという少年2人がいるんですけども、この2人は初め特務支援課の先輩方を小バカにしているんですね。でもこの2人、ストーリーが進むとタリーズのももちゃんっていう女の子を加えて3人で少年特務支援課って名乗って街で遊ぶようになるんです。このようにあまりストーリー上関係なさそうなサブキャラクターも丁寧に扱われて、心情の変わっていく姿とか成長していく姿を描いている。それが魅力なんだと思います。そうなんです、成長していくことの素晴らしさ。コツコツレベル上げをして倒せなかった宝箱の魔獣を倒したり、強くなったステータス、もとい肉体を見て感動したり、なんて素晴らしいことなんでしょう。鍛え上げられた肉体はまさに芸術品。もし怪盗紳士ブルブランに美とは何ぞやと僕が問われたならば、こう答えるでしょう。美とは筋肉であると。筋肉なき強さなど虚しい幻に過ぎない。ブレイサーであろうと警察官であろうと執行者であろうと男であろうと女であろうと、筋肉があれば皆美しいのだと。そんな魅力的なキャラクターがたくさんいる奇跡シリーズをプレイしたことで、僕は自分の中にカズトモではなくガチトモが生まれてきた。それを感じることができました。これが僕の奇跡です。終わりなんだ。綺麗にまとめたつもりかもしれんけど、いやなんか最初すごい真面目に言ってるなって思ったら、ただ単に結局自分の性的思考を暴露してる。無理やりなんか全てをそこに帰結したみたいな。いやこれどういうことなの。やっぱりこう戦っていくことが、そういうこと一言も言ってないで、筋肉がいいって筋肉ラブって言うだけね。そんなこと言ってないですよ。脂肪ラブの人だっているね。いや違う。それはでもやっぱり違うと思うんですよ。やっぱり鍛え抜かれた肉体がいいと思うんですよ。仲良く。そこはさ、まあいいや。というね、まあしっちゃかめっちゃかになっちゃいましたけれども、このガチ君の感想文、ティオさん判定どうなりますでしょうか。いやまあいいんじゃないですか。このある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 、あのなんかこういうものを通してですよ。自分を見るってことあるじゃない。そうね。ね、そのもの。直接っていうんじゃなくて、こうバウンドして自分が見えるっていうさ、ね、ことあるじゃない。まあそう捉えればいいと言えなくもない。そっか。うん。そうよね、はい、だってさ、ガチ友って言ってきたけど、本人いまいち納得してなさそうだった、この無理からのあだ名付けもさ、うん、そうね、芽生えたってことだもん。芽生えたってことだもん。素晴らしいもんね。嘘から出た誠、まあ、うまいこと言うわ。まあということで、ね、それぞれ2人 の評価は出ましたけれども、総評としてどうですか、試練家の2人。総評としてですか、まあ大変ね、この1年間できねえやってないけど。まあ、今年よく頑張りましたと。いうことで。ほうほう、はい。まあね、次回は、もう、今年最後なんか、うん、違うか。そうかも。今年最後になるんだ。そうですね。最後。になるわけだから、まあ、最後ぐらいは遊ぼうぜっていうことで。まあ、なんか、おやつとかご飯とか食べながら。いつも言ってる。でも優しい。メール読もうよっていう。あ、そうなの？ね。そうそうそう。またたくさんお便りも来てるし。そうだね。ね。じゃあまあ、はい、来週はお休みっていうことで。はい。まあでもまだまだ皆さんからの支援要請をお待ちしております。まあね。だから、今年最後の支援要請だったわけだ。はい。若いのが。はい。ねえ。二人はどうだったかな？感想的には。いやー。すごく楽しかったです。そうですね。はい、もういろんなとこに行かせてもらったり、インタビューもいっぱいしましたし。なるほど、なるほど。はい、じゃあもっと無茶ぶり OK ということで、皆さんからの支援要請、まだまだお待ちしております。待ちしております。以上、特務支援課でした。青フィールド。
青フィールドは青の奇跡のキャストをお呼びしてトークしていきます。今回のゲストはこちらの方です。ゲスト出演するだけでレイクロード社製の高級釣り具がもらえるラジオ番組があるって聞いてきたんだけど、おや、君たち二人は新しい団員かな。はい、というわけでヨアヒム・ギュンターを演じている金子秀彦さんです。どうもこんにちは、金子です。新しい団員です。ちょっと分かってんの、釣り団員の。まだ分かんない、まだ分かってない。ねー、さあ、何ですか釣り団。じゃあ分かってない人に説明しますけど、ヨアヒム、うん、さんは釣りバカなんですよ。あ、そうなんだ、日誌的な。そう、日誌的なね。へぇ、うん、ほん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 。どこまで話していいわけ。そうね、まだ、これはね、でも釣りはだいぶポイントですからね。まあね、うん、いろいろとこう難しいところですね。へー、そうなんです ね。釣りね、あの、現実ではどうなんですか。はいはい、金子さん的な釣りバカ的なところはどうなんですか。僕はあの、はい、実家が宮城なんですけど、宮城にいた頃はたまーにやってたんですけど。ねえ、まあ、そんな金子さんのことを、はいはい、あの、ねほりはほり、ねほりはほり、聞きたいよっていうメールがたくさん来てますね。じゃあ、さらっとね、はい、紹介していきたいなと思います。はい。ラジオネーム、小倉すみかずさんからいただきました。はい。お、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、はじめまして。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。はい、ゼロの奇跡で、ヨアヒム先生といえば、フリーダムに病院を抜け出しては釣りに励む姿が特徴的ですよね。そうなんだ。准教授の創作依頼で、行方不明と言われて探しに行ったら、はい、ただサボって釣りに出かけていただけだった時は、ついつい脱力してしまいました。あれれ。その後もこまめに仕事をサボって釣りに行こうとする様には、彼の執念じみたものを感じる次第です。はとはいえ、ヨアヒム先生の魅力はそのあたりだと信じてやまないのですが、そこで金子さんに質問です。金子さんご自身は何かやりたいことがあって学校や仕事などをエスケープしたことありますか。なんか素敵なエスケープ理由などありましたら教えてください。素敵なエスケープ理由ですか、うん、素敵なエスケープ理由ではないんですけど、僕学生の頃に演劇部に入ってて、はいはいはい、で僕その当時大道具が僕一人しかいなくて、大道具やってたんですか。大道具やってたんですよ。殴りを持って、で本番までに時間がなくて、あの授業をサボって大道具を作ってたっていうのがありますね。素敵なエスケープ理由じゃないですか。素敵じゃないですか。ねえ。いやー、でも授業出たかったですよ。本当は間に合わないからもう仕方なく。単位もありますしね。見つからなかったんですか。いや、あの、もうそう、大きい、あの、ゼミとかではなくて、うんうんうん、大行動とかでやってるような授業を、こう、抜けてもバレないようなやつを、はい、サボったりしてたんで。なるほどねー、はい。あ、こんなの来てるよ。あのね、まあ、実を申せば、ヨアヒム先生は、はい、釣りバカの他にメガネっていう、属性もあるんですよ。あ、そうですね。はいはい、メガネ男子。メガネ男子ですよ。はい、本当にね、はい、騙された。あえて言おう、騙された。あ、そう。そう。みずさん、こてさん、ゲストの金子さん、こんにちは。こんにちは。私はメガネ属性なので、青の奇跡ではヨアヒムさんが大好きです。ありがとうございます。他にはダドリーさんも好きです。もうこの人重症です。あ、でもわかるな、わかるな。そこは、そこは二大ですね、メガネのね。そうにゃ、シュレーも美味しいです。そう。ああ、ヨアヒムさんのメガネって素敵ですよね。そこでヨアヒム役の金子さんに質問です、はい。金子さん自身はメガネにこだわりはあるのでしょうか。メガネにまつわるエピソードなどありましたらお話しいただけるとテンション上がったです。それではまたっていう TOHD さんからはいいただきました。はい、はい、僕今日メガネしてないんですけど、はい、あのドラマ CD の時はかけてましたよね。はい、今日はしなかったね。してくればよかったです ね。全然この辺のテンションの上がり方違いますよね。すいません。でもあのメガネキャラの時はメガネをして、はいはい、そのお芝居をするようにしてます。あ、わかる。ちょっと合わせるとかありますよね。はい。そういうのあるある。結構他の役者さんとか声優さんでもいるんですけど、うん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 、例えばあの男っぽい役をやるときはその女性の声優さんなんですけど、うんうん、パンツルックが来るとか。あ、私も絶対そうです。スカート絶対履かないです、うん、へー。男子の役やるときちょっとこだわりって言うと変なんですけど、うんうんうん、そういうのがあって、あのメガネキャラのときは必ずメガネをしてマイクの前でお芝居をするようにしてます、うん、じゃあ金子さんがちょっと女性の役をやるぞってなったらスカート履かれるんですか。まあそういうことになる。そういうことになる、ね、まあまあまあそういうことになりますかね。まあね、役者ですもの。すごいわ、役者さん。それぐらいね、金子さん。そういう役来ますから。ねえ、いやだってあの私は小耳挟んだんですけど、はい、金子さんヨアヒムだけじゃないでしょ。あ、はい、奇跡シリーズやってるの。他にもいろいろやってますよね。はい、あのクルツナルダンという、はい、クルツさん、クルツさん遊劇師をですね、はい、
結構まあまあ強い劇場ですね。はい、一言で言うと洗脳されやすい。へえ。洗脳されやすい。純粋かわいそうな立場のこと多いですよね。そうですね。ね、はい。あの、川流れてきたりとか。そうそうそう。もうしおちゃん吹いてますけど。やった人ならわかる。あ、そうなんや。あ、もうやったらわかるよ。わかった。川からの人に。ってなるね。川さんってなるよ。普通に、スーって何事もなかったかのように流れてきますからね。っていうのもあるよ。あ、それ。それが初登場の登場の仕方っていうわけではない。初登場、初登場ではないんですけど。すごいですよね。まあ、倒れているものを見たら、クルツさんと思えるっていうぐらい倒れてるっていう。わかりました。印象のある。勉強になるなぁ。ねえ、人なんですけれどもね。やっぱり、あれですか、変えます、そういう時。倒れるんですか、流れてみるとか。倒れてみる。ね、全然だって違う。すっごい真面目じゃないですか、クルツさんって。そうですね。真面目を絵に描いたような。うん、もう多分。だからひどい目に遭っちゃう。うん、多分嘘とかね、見抜けないんですよ、他人の嘘とか。ねえ。で、こう嘘ばっかついてる、ヨハミ先生。ほう、真逆。真逆ですね。真逆ですよ。全然真逆です。どっちかって言っても、ヨハヒムの方が僕近いかもしれないですね。マジですか、そのこと言っちゃっていいの？かなりやばい。でもね、私ね、まだそのヨアヒムさんの印象も、なんか今日初めましてな印象で、はいはい、今ね、さっき登場のシーンでおっしゃってくださった、うんうん、とってもなんか物腰の柔らかな素敵なメガネ男子風だなっていうイメージなのに。騙されるよ、絶対に。そうなの？あなたは騙される。超うんうんって頷いてる、そうなんや。うんうん、騙されたそれはちょっと女がここにもいるんですよ、しおちゃんね。めっちゃ気になるわ、それ絶対ゲームやらんとあかんわ。はい。ヨアヒムさんね。もう一つぐらいいけそうですか？よし、いきます。はい。ラジオネーム、カニナベ銀河さんからいただきます。はい。水さん、小手さん、ゲストの金子さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。質問です。はい。金子さんも、ヨアヒム先生のように、寝なくても大丈夫な体になれたら何をしますか？寝なくても大丈夫。寝なくても大丈夫なような体ですか。ヨハム先生は、寝なくても大丈夫なんです。徹夜大好きなんです。大好きなんですか？大好きなんです。大好きなんです。大好きなんですよ。まあ、大好きかどうかわからないですけど、ね。おかしなお薬を開発したとかそういうことじゃなくて。そう、どうなんでしょう。ね、小手さん、人から勘がいいとか言われない。ちょっとね。余計なことを言う。本当は勘がいいとか言われない。あ、そう。だけど大好きなんだ。ね、いろいろあるもんね。大好き。大好きだよ。なんだね。何をしますか？寝なくてもいい。で、寝なくてもいいの嫌だ。僕寝るの好きなんですよ、ね。私も、あ、ここ、ね、眠れないっていうだけで悲しくなる。あ、ずっと眠っていたいのに、ね、うん。夢を見るのも結構好きなんですよね、こう。うんうん、あ、見る方ですか、すごく。結構見るんですよ。私もなんですよ。私も見る。短い夢だったりするんですけど、本当にちょっとした、気づくとなんかこう、さ、例えば空と、飛んでたりとか、そんな簡単な夢だったりするんですけど。でも現実じゃできないですからね。たとえ24時間起きれてても空は飛べないんで。ねえ、寝れないの困るな。困る。でも時々むちゃくちゃ忙しい時に、うんうんうん、あ、なんか、あ、1日が48時間あれば。って思う、ね。とか思う時は。ありますね。それはあります。ね。ねえ、いけないいけない。でも夜は寝ましょう。寝ましょう。というところで。はいはい。はい、次回。なんかこういろいろやろうと思ってるの、うん、そうね、うん、この番組はもうゲストの方に無茶振りしまくる、はい、来週はぜひお付き合いくださいな。わかりました。はい、ぜひぜひぜひ、はい、というわけで、はい、来週の青フィールドも金子さんにご出演いただいて楽しい企画をお送りいたします。よろしくお願いします。以上、青フィールドでした。ソラフィールド、現在好評発売中の OVA 英雄伝説空の奇跡ジアニメーションに出演されている方をゲストにお招きしてトークしていきます。今回のゲストはこちらの方です。あのファルコムラジオさんの収録スタジオってここですか？今日おじいちゃんの代わりに動力ラジオのメンテナンスにやってきました。よろしくお願いします。ティータッチ
ちゃん好きなんで。マジっすか。そこ隣同士に座らせるのがよかったね。はい、もう目がかじっちゃダメよ。かじっちゃ。すいません。舐めるだけ。どうどう。はい。舐めるだけ、ね。ペロ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 。はい。いやー感激。10月のねアニメの上映会でもたくさん、はいはいはい、こういうお話をね、はい、インタビュアー側としてたくさんお話しして、うん、いやもうなんか、ね、皆さんのお話がとってもいろいろしていただいて楽しかったです、ね。はい。そんなティータさんにですね、はい、この番組ではもういろいろ無茶なんだよ。ぶつけたいなと思ってね、すごいドキドキしてる、はい、なんかもうだってもう何もさ打ち合わせとか特になく、そうでしょ、本当はどうぞって勧められてそうなんすみませんいやいやでもなんか楽しみです、ね、はい、はい、今回はですね、うん、ソラフィールドのお客様ということでこんなことをやっちゃいまーす、はい、Who can we ask the question? じゃーんよくある質問、10問をぶつけましょうというコーナーでございます。はい。質問をね、ガン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 ぶつけていきますので、はい、ティーター・ラッセルの今野さんにこれ聞かんとどうするのっていうのばっかりです。うんうん、ね、そちらを、はい、はい。水橋ティオお姉様が、はい。ガツガツと、はい。よろしくお願いします。何言ってんのお姉様って言ったって、ティオとティーター同い年なんだよ。同い年。あ、そっか。え、全然差もなく、うん、本当に同い年。同い年。へぇ、そんなんだ。14歳コンビなんだから。いいなぁ。なんだから。あらなんだから。あらいいな、大人にならなきゃ。あらわわわ。わかった。じゃあ、まあ、サクサクと。そうだね。はい、聞くので。はい、はい、サクサク苦手なんですが、サクサク頑張りたいと思います。気になったとこ、後で突っ込んでいくんで、そうね、サクサク答えてください。はい。はい、いきまーす。はい。それでは、フリケンシーアスクドクエスチョン10スタート。ティータと自分の共通点は？よく泣く。ティータの羨ましいところはどんなところ？モテるところ。ティータのエピソードで印象に残っているのは？お父さんとお母さんが出てきた。コンナさんは機械に強いですか？強くない。ティータについて疑問に思うことは？なんでモテるの？アガットさんについて思うことは？婿養子に来て。お父さんのダンについて思うことは？かっこいいな。お母さんのエリカについて思うことは？ちょっと怖いよね。共演者でこの人面白いな、気になるなという人は？共演者で、オリビエさんがどんどん愉快になっていく。コンナさんにとっての空の奇跡の魅力は？たくさん人が出てくる。なるほど。たくさん人が出てくるね。サクッという質問に対するサクッという答えでしたね。たくさん人が出てくる。本当に脳打ち合わせでやってんのが、あるわかり。ねえ。すごい答え。まあ、そうね。出てくる。うんうん。同じ作品出てるのに、はいはい、何年も出てたんですかって知らない人とかいないですか？なんか同じ、場所とか、同じ地域に出てないと、ドラマ CD とかでも一緒にならないので、ね、確かにそうね。まさかで出てたみたいな。出会ってたとか、なんかそういうのがあって、案外なんかいろんな人が、空の奇跡には住んでるなっていう感じ。なるほど。たくさん出てる。出てるなーっていう。なるほど、はい。モテる。そうだ、ティータはね、モテるよ。男女問わずモテるよ。ふかふかされてる。だって好きでしょ？大好きで。ありがとうございます。まあ、そんなティータちゃんになんでモテるのって思うって。素直にそうですよね。なんでモテるのって。ティータは料理ができる。そうなんだよね。もう強みなんです。やっぱ女の子はこう胃袋でギュってすればいいんですかね。勉強もできるし、うん、料理もできるし。そうなの。強いし、料理も作れる。うわ、無敵の女。無敵。なんかしかも、ね、ティータラッセル。完璧超人。完璧超人になる気だ。ね。まあ、そんなアガットさんの話も出てきましたけど、婿養子にやっぱり来てほしいんですね。うん。はい。ね、なんか、うん、だってね、最初の頃、うん、アガットさんって、そんなになんか、ティータラブラブみたいな感じではなくって、うん、割ともっとクールで、うん、なんか、ティータが寄ってっても、なんだみたいな、うん、もうちょっと、そうだったね。真剣ってしてる感じだったのに、うん、気がついたら、すごいなんかこう、優しい感じになってたんですよ。うん、もう、どんどんそう、なんだろう、ティータが、アガットさん好き好きだったから、最初は、多分、うん。そう。どこでなんだろうね、ターニングポイント。ポイントはね、気がついたら。完了したからかな。かな。なんか最初は本当にティータがおせおせだったの。へぇ、うん、で、なんか、で、時々しか会いに来てくれないっていうか、時々、なんかこう、ふとした時に寄ってく
みたいな、ご飯食べてってよみたいなのを、じゃあしょうがない寄ってくかみたいな感じなくらいだったのに、今や入り浸りじゃないかなくらいなの。ね、常に一緒になんか出てる気がするから、ね、やっぱおせおせは強いんだな。なるほどね。うん、なので、うんうん、もう最初からティータは大好きってことで、うん、まあこれはもう最初から狙ってたと。あれはもうご用紙にしようと。なるほど。そう。でも大変じゃないですか？だって、ほら、八問目に聞いたお母さん、エリカさん。ね、お母さん、ちょっと、はい、ちょっと厳しい。優しいんですよ、うん、実はね、とても。うん、でも、優しさが行き過ぎて、うん、怖くなる人っているじゃないですか。お母さんも、そう、ティータのことが大好きだから、変な虫つけないわよ、みたいな。ああ、そっちか。そう、物理的に排除するってことなのね。お説教とか、そんなまどろっこしいことしない。あ、しない。もう、もう、近づくものはやるっていうね。うん、殺すと書いてやるって。そう。あがと害虫くらいの感じにこうやって。あ、なるほどね。されてるから。そう。そう。そうなんですね。そうなんですよ。なんか個人的に、はい、ティータちゃん、まあ、賢いティータちゃん、なんか筋肉バカっぽいアガットさんっていう組み合わせじゃないですか。今野さん的にはああいうアガット的な男の人ってどうなんですか？あ、でも私に筋肉がこうムキッとなってる人って好きなの結構。ちょっと男らしい、男っぽい感じの人が好きなの。はい。なので、見た目。だから、アガットさんかなりいいと思って。マジっすか？しかも、なんかね、ちょっと優しいじゃない、こう、なん、ツンデレみたいな。そう、デレっていうか、弱っていうか。弱みたいな。そうそうそう。その辺の詳しいことは、たくさん質問が来てるんでね、リスナーさんから。そうなの、あ、そうなの。来週、来週答えていただくと。もう、じらすドキドキしております。はい。わかりました。それではね、こんな感じで質問させていただきましたけれども、来週も近野さんお招きして、リスナーからの質問に答えてもらいます。以上、ソラフィールドでした。ここで空の奇跡のドラマを聞いてください。どうぞ。携帯通信機。サイス地方各地に設置された地震発生装置を破壊するため動き出した遊撃士たち。古希担当になったジンは経過報告に使う通信機の説明をティータから受けていた。大体わかりましたか？ああ、問題ない。しかし持ち運べる通信機か。便利なものができたもんだ。今はリュックみたいに背負う形ですけど、もっと軽量化する研究も進められているんですよ。ほう。へえ、それが携帯通信機？思ったよりも小さいんですね。あ、イステルお姉ちゃん、クローゼさん、私も使ってみたいな。じゃあやってみる？うん。ヒンさん、お二人と通信機を持って移動してもらっていいですか？少し離れたら、さっきの手順でかけてみてください。お、わかった。確か、こうだったか。はい、こちらティータです。お、繋がったみたいだな。おお、使い方、バッチリみたいですね。ああ、これなら人にも教えてやれるな。お、こいつか。これで受話器を当てなくても聞こえるようになるはずです。エステルお姉ちゃん、聞こえる？うん、これって私の声もティータに聞こえるの？そうだよ。画期的ですね。さすがラッセル博士。せっかくですからしばらくお話ししてみましょうか。そうだな。この恥ずかしがりや。だって、何か楽しいお話。あ、そうだ。ん？最近物騒なことが多いですな。え？そうでんな。この間布団も吹っ飛んだわ。目から縁側だったわ。ティータ？あほう。そりゃ目から鱗やろ。うん。一同は言葉を失った。その間2秒。ここからは沈黙の中で行われた3人のアイコンタクトの内容を臨場感あふれる脳内音声でお聞きいただこう。隊長、
いか分かりません。体勢を立て直せ。何かいい案は。プラン A、 恋人ごっこしかないわ。身も心も恋人になりきれば今のネタでも笑ってあげられるかも。血迷ったか。プラン B は。そんなもんあるわけないでしょ。早速実行に移すわ。目を覚ませエステル。そんなことしたらティータは受けたと思ってつまらないギャグを生涯言い続けるぞ。そんなのダメ。分かったわ。じゃあプラン B、 私が漫才のアドバイスを。エステルさん、自分のお笑いセンスを過信しないでください。つまらないとはっきり言ってあげた方がいいと親切です。クローゼひどい。よし、こうなったら奥の手だ。どうする気。プラン AB のコンビネーションだ。行くぞ。まさか隊長自ら。致し方あるまい。隊長。すまない、少し動揺してしまった。やはりお前は可愛らしく胸キュンでハートフルだな。今すぐお持ち帰りしたいほどに。そんな。むしろ嫁に来い。キュン。ちょっと待って、今の声。ん？なんだエステル。ティータじゃないわ。え？はーい、僕オリビエ。いやー、僕も興味があってね、ティータ君に変わらせてもらったんだよ。そこでまさか愛の告白が待っているとは。いやー、僕も罪な男だね。ジンさんは僕のドストライクとは少し離れているけれど、みんな今のは心に響いたよ。そうだ、私より早いだ。この気持ちをリュートで表現してあげよう。誰か穴を、言わなくても穴を掘ってくれ。俺を埋めてくれ。命がけで戦場を駆け抜けたも虚しく、彼らの作戦は不毛に終わった。しかし、こたびの奮闘は決して無駄ではない。多分。ティオのつぶやき。ティオにつぶやいてもらいたいことを募集します。あのセリフを言ってもらいたいでもいいし、ティオがこんなこと言ってくれたら俺、私、頑張れるというセリフでも OK。 毎回ティオがラジオの前のあなたにつぶやきます。はい、そして小手さんにもつぶやいてもらいつつ、ゲストの方のつぶやきも紹介しますよ。それではまずティオのつぶやき聞いてください。ミシェルさん、昔のあだ名がミッシーだったってどうですか。ジョヤの鐘って108回も叩くんですか。めんどくさいです。こっそり回数を減らしてもいいですか。夜中にふと目を覚まして、この暗い部屋の中、愛するミッシーを見つめていると白い部分が浮かび上がって、顔が A の裏側みたいでビビります。はい、ティオです。ただいま電話に出ることができません。ボイスの後にごメッセージをお願いします。エンジョーイミッシー。コテラさん、以前ファルコム本社に謝りに行ったって本当ですか。ティオのつぼ焼き。はい、変なところで、はい、コテメッセージ見ましょうかね、はい、じゃあこれで決まりや。行くで、コテかなダイブ。はい、ということでね、はい、やったー、ダイブしちゃうぞ。ダイブしちゃったね。はい、はい、それでは、うん、皆さんお待ちかね、今回は、うんうん、ヨンヒムさんのつぶやきをドサドサーっと聞いていただきます。ドサドサ、はい、このグノーシスを飲めばクロスベル中の全ての魚の場所がわかるんだよ。これで調整の称号は私のもの。叶わぬならば全てを坊主。英雄伝説青の奇跡、好評発売中。さっきリットン君に、先生何か匂いますよって言われたのだけど、薬臭かったのかな、それとも魚臭かったのかな。やれやれ、ロイド君に爆鳥勝負で負けてしまったか。
釣り師の端くれとして約束通りグノーシス計画をやめることにするよ。キーヤ様と神職一緒にしている特務支援課なんて全然羨ましくなんてないんだからね。嘘です、死ぬほど羨ましいです。はい、いいですか。もうヨアヒムさん、どんなキャラが待ってもね、はい、ありがとうございます。こんな感じで、はい、あのゲストの方のつぶやきも、はい、ザクザク募集しておりますので、よろしくお願いいたします。はい、これからも素敵なつぶやき、楽しいつぶやきお待ちしております。以上、ティオのつぶやきでした。ここココテカナニュース、へー、イエーイ。はい、ニホンファルコムの耳寄りな情報、こてらがなごがハイテンションでお届けします。みんなテンション上がったかい。テンション上がったつまみんな揃わない、まあ、いいでしょう。はい、ね、日本ワルコム関連商品が好評発売中ということで、12月10日に JDK のライブがありましたけれども、こ、うんうん、の日に、英雄伝説青の奇跡オリジナルサウンドトラックが発売されました。こちらゲーム本編で使用された最新曲に加え、ボーナストラックとして JDK バンドボーカル、うん、コテラカナコって誰かな、私だな、うん、コテラカナコが熱唱する主題歌青い奇跡のフルバージョンも完全収録、完全収録、そうでございます。、うん、税込み3129円で全58曲ボリュームたっぷりの2枚組でお届け。うわー、いやもうね、青い奇跡はね、うん、ぜひ聴いてほしい。思い出すと思うな、いろいろも青い奇跡やってる人やったら、もうあのオープニングのファーいう感じがね、うんうん、ファーいう感じがね、もうぜひぜひゲットしてください。うんうん、そして12月14日にキャラアニさんからドラマ CD 英雄伝説ゼロの奇跡連物語火のぬくもりに抱かれて、もう一枚英雄伝説ゼロの奇跡第一章新郎たちの午後、こちら2つが発売されました。はい、もうね、この番組でも結構取り上げて話題にしてた2枚ですよ。はい、どうですか、はい、どうですか、私のお墨付きでございます。はい、面白い、面白いですよ、面白いということですよ。レンちゃんの過去から、はいはい、最後子供らしい笑顔が取り戻すまでの、はい、涙なしには聞くことができない内容でございます。はい、各3150円税込みですが、はい、キャラアニ限定版6300円税込み、うん、こちらの方には新作2枚が1枚のパッケージに入ったキャラアニ限定の商品というのもあるということで、ジャケットがリバーシブルになっているほか、オリジナルキャストによるメッセージコメントをまとめた非売品 CD がキャラアニ特典としてついてきます。はい、このね、はい、あのメッセージコメントいいですよ。マジ、ね、ニヤニヤできますよ。マジ、はい、好きな人はぜひ。大ゲットしてほしいところですね。ニヤニヤしてください、聞いて。ニヤニヤしてください。先週放送しましたが、うん、ドラマ CD へのリクエスト企画もやっておりますね。うん、詳細は、ファルコムラジオの公式サイト内スペシャルのページでご確認くださいませ。水さんはもちろん皆さんからのリクエストをお待ちしております。水さんリクエストしなくちゃ。そう、ガンガン送ってくださいね。はい、はい。さあ、そして、12月15日。日本ゲーム大賞2011において英雄伝説ゼロの奇跡が年間作品部門の優秀賞を受賞、そして英雄伝説青の奇跡がフューチャー部門を受賞したということを記念しましてですね、2タイトルをセットに日本ゼロ大賞ダブル受賞記念ゼロ&青の奇跡ゴールドセットを発売しました。ピカピカです、もうキンキンピカピカでございます。ね、うん、このなんとも豪華な特製のボックスに入った特別仕様のソフトなので、これからゼロの奇跡と青の奇跡を始めようって思ってる人にもコレクションアイテムとしてこう欲しいなっていう人とも ねぴったりでございます。はい、ファルコム通販でお買い求めいただくと全員に、うんうん、ゼロ&青の奇跡卓上カレンダー2012をプレゼントするキャンペーンをやってるってことですよ。はい、これまあ、 いいね、あのクリスマスプレゼントみたいなのであげてみたらどうでしょう。じゃあ私それが欲しいね。よし、プレゼントに、よしっていう人も多いはず。はい、ね、いろいろたくさん言いましたけれども、ね、うんうん、ファルコムさんの公式サイトを確認してみてくださいね。はい、ということで来週も日本ファルコムの耳寄りな情報をお届けします。以上、ガガガガコテカナニュースでした。はい、そんな感じでファルコムラジオ第11回お別れの時間となりました。にゃーにゃー、今日もいろいろありました。やりましたね、ありましたね。なんかあの JDK ライブもね、うんうん、終わって、うんうん、来年からも
もっと盛り上げたいのでね、盛り上げたいですね、はい、皆さんからの感想っつうかな、あの、うんうん、JDK バンドクリスマスライブ見た感想そうねとかもね、うんうんうん、ちょっと私個人的にすごく聞きたいなって送ってくださると嬉しいな、うん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 、何が一番嬉しいプレゼントかって、うん、それはみんなからのメールだよっていう。メールだよ。ってことよね。本当そういうこと、うん。そういうことですよ。ね、いつもありがとうございます。嬉しいんですよね。はい。というわけで、ファルコムラジオでは皆さんからのメールお待ちしております、うん、英雄伝説青の奇跡をやってみた感想、ファルコム作品への熱い思い、私たちへの質問、特務支援課見習いにやってもらいたいこと、ティオのつぶやき、ぜひぜひ送ってきてください。コテさんのつぶやきが聞けるのは多分このラジオだけ。イエイ。はい、コテさんやゲストの皆さん宛にも送ってください。はい。そして番組では英雄伝説青の奇跡、 OVA 英雄伝説空の奇跡、ジアニメーションのキャストを毎回ゲストに呼んでトークしております。次回も金子さんと今野さんにご登場いただきますけれどもね、はい、次のゲストも決まってますよ。これがまたゲスト豪華ですよ。ノエル役の浅野真澄さん、それからジョゼット役の庄司梅香さん、こちら2人ということで楽しみでございますね。このゲストの方へのメッセージなんかもね、はい、もうすぐに、はい、すぐに送ってください。内情を申せば年末進行なんでね、収録が立て込んでいるっていう感じです。そうなんですよね、なので、ちょっぱやで送らないと、ちょっぱやで。もう遅いわってことになっちゃったりすると悲しいのでね。そうそうそうね、すごくいいメッセージだったりするのね、それがね、また。このいじりがいになりそうな二人じゃないですか。キャラ的にも中の人的にも、ね、たくさん送ってください。よろしくお願いします。ぜひぜひ待ってます。はい、全てのコーナーの宛先はめんどくさいアットマークファルコム -radio.com、 めんどくさいアットマークファルコム -radio.com までお願いいたします。はいはい、ツイッターもやっております。アカウントはファルコムレディオです。ぜひぜひフォローしてくださいね。はい、番組の公式サイトにもコーナーの説明やアドレスが載っております。あと、うん、コテさんの小手書きも毎回パッションほとばしる、パッションね、かなり激しい感じなんでお見逃しなくというところで、はいよ、はい、それではまた来週元気にお会いしましょう。お相手は水橋香里と小寺かな子でした。またね。ファルコムラジオめんどくさいです、でも頑張ります。この番組はキャラアニの提供でお送りしました。